はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、今回はですね、XG さんたちがミュージックバンクに、到着された時の映像をですね、上げていただいているチャンネルさんがございまして、ちょっとこちらを見ていきながらリアクションを取っていきたいなというところでございます。収録ボタン、フォイということで、今回ですね、動画を上げていただいているのが、マンツーグーンですね、M2G さんですかねの、チャンネルさんから見ていきたいなというところでございます。もう早速ですね、もうありがたすぎて高評価をさせていただいているというところがありますので、見ていきましょう。レッツラーゴーズ。ウォーウォーおー、アニャセヨーから入ってますね。あらま、なんてナチュラルなの皆様。本当に。いや、これ貴重な映像すぎません？しかも、8K まで上げてくださってるんですよ。なので、最大 YouTube って 4K で見れるところがありますので、4K というこの高画質で上げていただいて、本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。素晴らしいですね。わお。ほう、一列に並ぶところから。で、ちょっとこう、ご挨拶してる方たちもいらっしゃって。揃ってる揃ってるって何って感じだけど、すごいですね。ちょっと初めての KBS さんですよね。結構貴重ですよ、こういう映像。今もう有名なグループさんになられてる方たちの初期の頃の挨拶とかって、今すごい貴重じゃないですか。バッタンありますよ。もう最近はもうそのバッタンのその緩さがありますけども、バッタンありがとうございますって、みんなが強い感じで言ってる新人の頃のあの雰囲気っていうんですか。やっぱね、大事だと思うんですよね。だからこの映像は超貴重だと思っていて、私。ファッションおしゃれ。ちょっとこう前髪クッて直すジュリアさんがいますね。はい。トゥーセを言ってるのが、ジュリンさんということは、やっぱリーダー、ジュリンさん。XG って言ってますね。XG っていうよりか、XG って感じですかね。X って感じで読むのかな。わー、前髪直すね、ジュリアさん。素敵だわ。あらまー、手を振ってやし。笑顔が素敵よ、ちょっと。すごいですね。本当にね。ちょっとこうファッションチェックじゃないですけれども、見ていきますか。皆さんこうラフなね、雰囲気でやっぱり来ていらっしゃるのと、なんかこう、その方たちごとのスタイルも見えてくるのかな。うん。パンツスタイルですね、でもね、皆さんね。スカートの方はいらっしゃらないっていうところかな、まずは。パンツで揃えようみたいな雰囲気なのかしら。ハーフパンツとかではなくて、皆さんこうロングの丈で。マヤさんのダメージですかね。で、あとやっぱこう皆さんの持ってる小物といいますか、ちょっとこうおカバンを持っていらっしゃる。ココナさん、これちょっとジーンズっぽいですね。あー、このパンツもおしゃれですし、 T シャツもおしゃれですね。あ、何が書いてあるのかしらっていうの、この柄のプリントもね、気になるところでございますけども、それで言うと、ジュリンさんのこのパンツはヴィトンですね。これ見たことあります。めちゃくちゃ高価な確かパンツだったと思います。はい。で、あとはT シャツもなんかおしゃれ。なんかワッペンとかついてるのかな。さすがね、元プロスノーボーダーさんということもあって、着こなしというか、やっぱりそういうカルチャーに通じてる方たちのファッション、僕やっぱ注目してみると、やっぱ皆さん本当におしゃれなので。で、このね、カバンって言うんですか？もう僕、カバンとしか言いようがないんですけれども、素敵ですね。モフモフしてるわ、水色の。で、ちささん。ちょっとこう、チノパンな感じのスタイルですかね。上半身はすごくこう、涼しげな雰囲気でありますね。肩がしっかりと出ていると。で、ここにあるのが赤い、これはおカバンですかね。ほー。で、ちょっとこう、首元も、ついていらっしゃって、布もこれなんか、腰からぶら下げてるのかな？どういう感じなんだろう？スタイルが気になりますけど。で、ひなたさん。はぁ、これまたチェック柄のパンツというところで、ベルトが白でございますけどもね。T シャツ、ちょっとこう、やっぱウエストのところで結ぶんですね。はぁ、おしゃれでございます。髪色が明るいので、水色の T シャツもね、すごく合ってると言いますか。パッとこうね、鮮やかに光っているというところがあります。このおカバン、手元ね、
持つタイプですね。肩から下げるタイプの方が多い中で手で持つというね、おしゃれセレブリティをちょっと感じているところでもございますけども。そして、ジュリアさん、少しこう、ちょっとモード系と言いますか、お一人質感がちょっと違いますかね。ほー、なんか、ハイセンスな雰囲気を感じていますけど、右手の方では長袖なんだけれども、左手の方ではちょっと肩も出てらっしゃったのかな、ノースリーブみたいな、だからちょっとトップスが特殊なのかしらに重ねてきていらっしゃるのか、セットアップなのかな、もうどう着てるのかがわからないというね、非常にこう前衛的なファッションでございますけども、かっこいいですね、この雰囲気でモードな服装って。で来ましたよ。ネットフリックスオリジナルということで、ハービーさんとそしてマヤさんですね。女社長でございますけど、ダメージジーンズでしたね。お二人こうジーパンスタイルというところもあって、マヤさんもでも英語ね結構堪能なところがあるので、帰国の方なのかなっていうふうに思うと、なんかそのジーパンにそのトップス軽めにこう合わせるっていう、ちょっとこう、海外の雰囲気みたいなところがあるのかなっていうふうにちょっと思ったりとか、ハービーさんとかはね、デニムでございますけれども、ハービーさんこれまたちょっとふるっと、ふわっとされてますけれども、ここ、なんかポイントでね、赤くロゴが入ってますね。多分どこかの素晴らしい生地感がでも素敵ですね、これね。ああ、かっこいいわ。そして皆さんウエスト細いわ。爪が紫色ですね、皆さんね。マヤさんのね、このおカバンが気になるわ。ジュリアさんはちょっと革っぽい、レザーっぽい感じですかね。ブラウンのものでございますけども。で、ハービーさん、ちなみに、ハービーさんのおカバンどんな感じなのかしら、これ。ちょっとこう、わからないわ。わからないわ。ふわっとしてるのかな。え、待って、ピース、ちょっと。あ、マスカラポーズまでして。なんか素敵ですね。皆さん、本当に。あ、肩を持ってますよ。社長の。わー。あら、素敵。フラッシュもたくさん焚いていただいてます。ありがとうございます。あらまあ、いい笑顔ですね。ここの皆さんの笑顔が。こうやって見ると、本当に、センス、ファッションセンスのいい綺麗な女の子たちっていうねところはありますので、何かこう笑顔見れると安心するというか、諏訪だからこうなんですよね、っていうところと、やっぱそのパフォーマンスとのギャップみたいなところがやっぱすごいわねっていうね。なんて礼儀正しいの、あらまあ、ジュリンさん率先してXG でーす、よろしくお願いしますと挨拶していく、なんて謙虚なの、なんて礼儀正しいの、あらま、ちょっと待って、早いわよ皆さん、ちょっと、いいですね、ここ率先して前を歩くジュリンさん、ちゃんとお辞儀もしていく、深いお辞儀、ちささん手を振っていく、ココナさん、お、右側にも気がつく、ココナさん、ひなたちゃんって言ってますね。声援が。止まっちゃった。ひなたちゃんって聞こえますね。でも話し方的に結構日本語がお上手な方の声だった感じがする。現地の日本人の方が言ってらっしゃるのかな、これは。マヤさん、深いわ、お辞儀が。社長。ひなたちゃん、多いですね。あ、ジュリアさん。社長。マヤさん。頑張ってって聞きますね。ファイティン。ハービーちゃん。待って。社長のあのカバンは？シュプリームです。ヒョウ柄のシュプリームです。やっぱ社長だわ。頑張ってください。ありがとうございます。ああ、というところでございます。
M2G さんの 4K の動画による素晴らしい登場シーンというところでございました。いかがでしたでしょうかということで、ぜひ皆様これ 4K で大画面で見ていただければなというふうに思っているところでございます。もう貴重ですからね、こういうシーンはね、なかなか見れるものじゃないので、うん、本当にありがとうございますっていうところですかね。はい、現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。